れ様です。お疲れ様です。今しばらく喉の調子との相談になりますので、30分配信ぐらいが目処となると思います。しばらくはこれ以上、この昨日の配信でね、判明したんですよ。30分以上喋ったら咳が止まらなくなるということ。30分がギリギリのラインなので、今後しばらく、大丈夫だなと思う時まで30分配信だと思います。へいへいへい。めっちゃ寝てました信じられないぐらい寝てました。めっちゃ寝てた。そう、ホテルに着いたの早かったんですよ。仕事はしてたんですけど、終わる時間が早くて、ホテルに着く時間が早かったんで、 4時ぐらいからベッドに入ってたら寝てましためっちゃ寝てた。夢まで見てたもん、普通に。健康的なのか。でも、なんだろう、昨日配信もさ、長くできなかったから、朝始発だったけど、もう10時過ぎにはもう就寝しよったから、6時間弱は寝れたんですよ。だからね、めっちゃね、めっちゃ健康的。めっちゃ寝てる最近めっちゃ健康的に生きとるそうで、あの4時に起きて、私あんまり騒がないタイプというか、アピールしないタイプだと思うので、知らないと思うんですけど、今とかサッカーの試合全部見てそう、あんまね、あのわざわざツイートしたりとかもしないタイプなのでそう家族全員起きてたから、グループライン盛り上がっとった。そう、でもあの見たんだけど、なんかこれで、これを言ったら見てないじゃんって言われるかもしんないんだけど、あのドイツの日は私陽性の結果待ちだったんですよそう、結果待ちで、そう、ドイツの日はあのちょうど結果待ちだった時にテレビつけてて、見てはいるけど意識がほぼなかったんですねでもあの決定的シーンとかはちゃんと見てて、で次コスタリカだっけは療養中だったんですよ。で真面目に見たんですけど、そう、私今までの人生経験の中で、サッカーだけに限らず、スポーツって私見たら負けるんですよ。そう、今までの人生の中でお父さんと一緒に侍ジャパン見たりとか、そうそう、もちろんサッカーもさ、そうだけど、あの真剣に見たら負けるんですよね、私っていうなんかのがあって、ドイツはほぼ意識なくなりながらだったけど、コスタリカに関しては真面目に見ようって、普通にね、あの結果的に悲しいことになっちゃって、家族ラインでも阿鼻叫喚で悲しくて、皆さん、私がさ、テレビ、あのスペインも見たよっていうけど、私テレビないじゃないですかだから見たとはいえ、あのずっとあのなんていうの、配信
アベマなんかそのなんかね結局5時ぐらいには移動しなきゃいけなかったから、そう肝心なところへんとかはほぼ見れてなくて、そうずっと実況を見てたんですよ。そうだから勝ったので、そうジンクスだと思って、見てないから勝ったんだと思ってそうだからちょっとね真剣に見れる日が来たら怖いですよ。次大事ですしね真面目に見てて、そう真面目に見てて集合場所に着いてる時もなんか誰もメンバー分かち合ってくれなくて、そうユミコとかにやばいサッカーやばいしたら、え今やってるのぐらいの感覚だって、あそっかと思って、いやここは早く来ないかなと思った、ここはまさかの先に東京いておらんのかいと思ってそう一人でずっとあのツイッターとかのさハッシュタグずっとスワイプして、あまだまだまだあと7分あと7分とか一人でずっとそうやってましたね。けどね、その同じタイミングでその勘勝利を喜び合えるメンバーがいなくて、なココアと会った時にココアってなったしばらく経ってからユミコが隣の席だったんだけど、勝ったって言われてあ勝ったよみたいなって感じでしたねっていうあの意外、多分あんまりアピールとかわざわざ言ったりしないので意外だなと思われるお話でしたそう家族全員におるからねそう別に今後も多分そんなアピールしないので、感じでした。でもあの健康体で見れたのは3試合目にして初めてだったから。でもあの始発移動だったから途中だったけど。ベストアーティストさんに出演させていただきます。マッスルベストアーティストさんに今日リハーサルしてきて、ドキ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 です。でも嬉しいです、なんか本当にあの今日リハーサルだったんだけど、キングレコードさん、レコード会社さんと会った時に私と目が合った瞬間、第一声よかったね間に合ってって言われて、あそっかって、テレ東の後になったから、そっかみんなに言ってるか話と思ってあ、本当良かったです。そう。でも私はやっぱね、あの割と言ったら良くないかもしれないですけど、まあ出演するってことはさ知ってはいたからさ、あのなった瞬間日にちを逆算してこれ間に合いますよねって言ってたっていう。もう療養期間からそれまでにちゃんと治すっていうとこしかもう見えてなくて、で全然スタッフさんとかも普通に行けば全然間に合うから慌てるなって
焦らず直せっていうのをめっちゃ言われてた。日数ずっと逆算してた。でもね、良かったです。ここまでやって良かった、良かった。明日私久々にメイクするの今日できるかな、忘れてそう。メイクの仕方二人治んないし、それさ、テレ東以来メイクしてないから、ほんと1週間以上だ。この職業してても職業関係ないからだけど、1週間メイクしないことってないんですよ。不思議、絶対忘れてそう。あ、これやる忘れてたってなりそう。怖っ。こんばんは、こんばんは。メイクさんやんね。何の話？顔の話だったらメイク入んないよ。髪だけだよ。確かにお肌も急よ。でも本当に水しか飲んでないのでめっちゃ肌が綺麗になった。そう、私療養期間中看護師さんの中でさ、あの問題児扱いみたいなのされててさ、そのなんか暴れてるとかじゃなくて、私もともと水をあんま飲まないとご飯をあんま食べれない人なんだけど、熱が上がってる時に、ただでさえ健康体の時でもそうなのにより悪化してて、そう、この部屋の人は水分を取らない人っていうのが全看護師さんたちに通達されてて看護師さんはね、別に毎日出勤じゃないからさ、3日目とか人が違うんだけど、人が違うのにちゃんと話が降りてて、そう、飲んでますか、はい飲んでます、今日何本飲みましたか、ね、1本飲み切りました、じゃあよかったですそのままで、そう、看護師さんが変わってもちゃんとね話がいってて、そう、逆になんかしっかりしてるなって、あの自分がね、あの休みだからこの患者さん任せるからと言って、あのちゃんと話をね話をちゃんと伝わってるのは、そう、私水大好きなんですよ。そう、ただね、水がね好きなんですけど、なんか飲む習慣がないというか、あんまり水分は、だから別に水がどうとかじゃないんですけど、そうけど、まあおかげさまでたくさんね水を取ったので肌がとても綺麗です。肌はとても綺麗でございます。ああ、弟さんもなんですか。ああお大事にお大事にでございます。私時計が見れないので時間教えてくださると、あの30分経ったよう的な時計が見えないものでみーちゃんちょくちょく風邪ひいてるよねって。私あのコロナだったんですよなんかすごい印象なんてなってるんですけど、一応の療養明けだったものでちょくちょくっていうニュアンスは違うかもしれない1週間以上配信してなかったので、と久々にやってきて療養明けの女ってだけで、ちょくちょくはちょっと記憶違いかな、記憶違いというか実は違うんだな。こんばんは、こんばんは。そう、意外にね、そう健康体なんですよ
意外に、まあ意外って言うとあんまか弱そうにも思われてないけど。でもね、あの人がなんだろう、ウェーってなってる時ほど自分はその流行りにはかかわらず元気っていうことが多々ある。眉毛めっちゃ綺麗なんだけど、なんで超綺麗。最近さ、夢を見たらさ、怖い番組を見てる夢をめっちゃ見るんだけど、なんだと思う、なんだと思いますか。昨日もホラー番組を見てる夢を見て、さっきも寝てたんだけど怖い夢を見て、怖い番組を見てる夢、どっちも怖い番組を見てる夢なんですよ。真夏のなんかホラーセレクションみたいな。2日連続なんだよね。ユニコーン T シャツ着てなきゃ、半袖よ、寝れるかいな。寒すぎ。そう、最近2日連チャンとか超怖いんだよね。寝るの怖くなっちゃうよね。ゲットありがとう。自身の健康に害がもたらされる兆しを表しています。なおじゃん。そういうこと、読み上がりやからか。だとしたら夢ってすごくない？夢占いってガチじゃん、事実じゃん、占いとかじゃない。ガチじゃんか。ね、当たってますね。音も咳だけなんだよね。あとまあ味覚嗅覚だけど、まあ、味覚嗅覚はもう時間との戦いだから、そう、鼻声ですか？自覚はないの。味覚嗅覚はもう時間が解決するものだから、うん、まあ、私はなんか至って健康のつもりなんですけど、喋ったらね、あの1週間にさ喋ってなかったっていうのもあるんだけど、でも喉がちょっと弱くなってるってあるんだけど、喋ると咳が止まらなくなるんですよ。黙っとっても咳は出るんですけど、喋っとったらピークで達するんですよね、うわーみたいな。でもありがたいことに私 MC とかを任せていただける人なんです、人であって、直近も MC の仕事が入ってて、MC の仕事ってかっこいいね。そう、入ってて、直近って言っても数日後とかの話なんですけど、今の段階でできるのかなっていうのはすごい不安に思ってる。やりたいんだけどさ、ずっと喋っとった席止まらんくなるからさ、そう、果たして私できMC できるかなと思って、一応マネージャーさんに相談してるけど、言ってその数日後とかの話を今それでセーブするのも変な話だから、そう、まあ、数日経っての判断でも別にいいんだけど、一緒に出るメンバーが別に MC ができるメンバーでもあるから、私じゃなくてもいいのかなとは思ってて、けど大人の方がレコード会社さんかな、任せてくれたものだから、そう、いつもね、LINE ライブとかもそうなんですけど、MC やらせていただけるので、
それは喜びつつも、まあちょっと相談かなって感じ。そう、でもまあ喋らんかったらね、良くなるものも良くならないから、慣れなきゃいけないんだけど、徐々にっていうのがやっぱ一番いいじゃないですか、いきなりバッてやったら。だから今はね、配信もちょっと30分ぐらい喋ることしかできないんですけど、あと大きい声出せないんですよね。出せないことないんだけど、出したらぜひ出る、これぐらい。私なんか今一番おしとやかな時期だもん。おしとやかな時期、すごい、あのなんで大きい声も出さないし、そう徐々にね。そう、なんかあんまり笑うこともなくなったけどね、その代わり。声を出して笑うことはしてない、もうなんか微笑んでるってなんかわははははがない。ずるじゃん、何がずる、笑わないから。笑わないのでずるなんだ。ずるしてたみたい。ちょっとなんか大口開けてなんかわははは、してないですね。してないでござります。速やかじゃないわ、かすかに。じゃあ笑いしかしてない。私基本が健康体の人だからさ、なんかね、症状が種類的にも数的にもいっぱい来るじゃないですか。ね、困っちゃう。基本が健康体の人やったから。なんか熱下がればいいわけじゃないんだなっていう。まあ本当これはどっちも咳と味覚嗅覚に関しては本当にもう時間が解決するものなので、あ、そう、配信できるとき元気そうだと思ってみてください。そう、自分が30分以降は元気じゃなくなるっていうのを昨日の配信で理解したから、30分ではあるので、そのできる間は元気ってことだから、そういうふうに見ててください。そう、だが私が今時計が分かりませんので、15分経ったのは知ってるけど、それ以外が分からん。そうなんですよ、23時3分私いつから配信しました。30分経ってるんですか、もう。今20、あと5分、ありがとうございます、あざます、あと5分で30分、ありがとう、ありがとう。お腹すいた。祝ってるのめちゃめちゃ可愛いで、強い私も褒めて、あと数日経ったら超強い私に戻ってるはずだから。弱ってるんですかね、声がね出ないんですよね。でもなんか咳も本当なんか
灯火って感じ、風前の。なんか最後のあがきぐらいの席、僕はまだここにいるんだっていう、なんか席の最後のあがきぐらいのマジでなんか中身のない席空席っていうのお、亀子席で到着、おー、そっか、で到着出てるんだ、あ、そうなの、すごい、あ、振り越し用の、あ、見守っててください、そっか、到着出てるのか楽しみですね、それまでには 100% 治ってると思いますので、治ってなかったら死にますけどね、だって私前日違う、その後かお話し会ですからね、今ショールームで30分喋れるのにねさすがに治ってると信じましょう、あのね、ショールームで30分喋られるのにお話し会は大変だ、そうか、リアルお話し会もありますね、でもそれまで治ってないとやばいやばだってさ、リアルお話し会なんでさ、普通の声で喋っても届かんのにさ、普通の声で喋っても届かんから、いつもより、あ、待ってくしゃみが届かんから、いつもよりも大きい声で喋るんだけど、よりだよねクルージングは私喋るものだと思ってないんですかって、ええ、知らんけどなんかお話し会の方が喋るでしょ、でも本当にもう12月休みがなかったので本当にお仕事しながらもちゃんと寝てご飯食べないと、休みとかで回復することはもう12月できないので、仕事しながら回復していくしかないので、本当にね、しっかり食べてしっかり寝なきゃという って感じですね、ハロー石田みなみ、ハロあるのに味覚ないからムカつくんだよねなんかムカつくんだよね、めっちゃなんか体がちぐはぐしててもうお腹すくくせにと思って、味しやんのけーと思ってそうムカつくんだよね、本当は私なんか今日ずっと悟ってるもん、ずっとじゃないけど、なんか主にひなが聞いてくれるんだけど、ずっとなんか結構もうメンバーはさ、みんなコロナ経験者の子が多いからさ、私後からの人だからさ、みんななんか通った道だよみたいな感じで聞いてくれるんだけどなんかずっとずっと本当になんか人間が感じる幸せって何か物を食べて美味しいと思えたりとか、そういう些細なことを感じることができることが幸せなんだねっていう話をずっとしてる些細なことに気づけて些細なことを感じることができることが幸せの一つなんだねみたいな、今私味覚と嗅覚がないだけで幸せじゃないもんってずっとずっとずっと言ってるずっと悟って、全然幸せじゃない味覚がないだけで、なんでっつって、でもみんな経験者だから2週間目ぐらいからね、徐々にね戻ってくるよってみんな言ってくれるんだけど2週間っていつから2週間みたいな、活動再開してからみたいな、熱が出てからみたいな、味覚がなくなってから2週間だよ、じゃあ私は28の夜に亡くなったって、じゃあそっから2週間だよみたいな
みんな経験者で面白い面白くないけど面白いということで30分が経ったそうなので、今を無理することはね良くないことなので、しっかり時間通りに終わりたいと思います。リアルタイムランキングなのでそんなやったコメントもなしです。13位パンダムさん、パチ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 。12位ピアニッシモさん、パチパチパチ、よくなるありがとう。11位ドーマと台湾ドンさん、パチパチパチ。10位ポムさん、パチパチパチ。9位リョーニャさん、パチパチパチ。8位ダタンさん、パチパチパチ。7位コシさん、前に出た番組の指揮者、何の番組だろう当たったってことなんかね、おめでとうございます。6位キムコさん、パチ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 。5位ハンマチさん、元気な姿見れて幸せマン、ありがとうマン。4位ヨイさんさん、パチパチパチ。3位ツヤツヤさん、パチパチパチ。2位ケイセキさん、パチ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 。そして1位はデデデデデデンカズさんです。あとは帰りなさい、ただいま、ありがとう。それではキャッチエールしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれみんなどこどこ近いですね、ちょっと見つけた、みのこと押してみひん、うん、ありがとうございます。兵庫県出身石田みなみでした。ということで明日はベストアーティストさん19時台の方に ST48 は出演させていただくのですぐなので、ぜひテレビの前で待機よろしくお願いします。ということで今日も一日あずみちゃんでした。見てくれてありがとう。おやすみちゃん、バイバイ。あー